KCX とは、アメリカ空軍における時期、空中給油機選定計画のことである。KCX 自体は選定計画の名称であり、特定の機種を指し示すものではない。50年以上運用されている、KC-135 アメリカ空軍において、採用されている空中給油機は長期間用いられているものであり、KCX の選定は滅多に行われるものではない。 アメリカ空軍は1950年代後半より世界初の本格的な空中給油機である KC-135 をエンジン換装などの近代化改修を実施しながら長年にわたり運用してきた。1980年代にはより大型の KC-10 を部分的に導入したものの KC-10 の導入は60機に止まり空中給油機の主力は依然として近代化改修を 行った、KC-135 のままであり続けた。しかし、1990年代に入ると、KC-135 も、老朽化が激しくなり、これを更新する KCX の選定が行われる、こととなった。1996年に会計検査院は、将来的な戦力維持に問題がある。として、KCX の選定開始を勧告した。二千一年には、 空軍が KC-135 の運用経費が2001年から2040年の間に大幅に増加する。と発表、2040年には前期を退役させるべきとの見方を示し、そのためには遅くとも2012年までに KCX を実用化させる必要があるとした。KC-135 は600機以上が運用中のため、更新機材は 数百機に及ぶことは確実であり、大型の選定計画となっている。大型空中給油機として、KC-10 が運用中であることもあり、KC-X には中程度のサイズで、低コストで入手、運用できることが求められた。また、アメリカ空軍の空中給油方式である、フライングブーム方式を装備した機体であることも求められる。 導入が計画されるも撤回された KC-767、KC-135 の製造者でもある。ボーイング社は新型の空中給油機としてボーイング767型機をベースとする KC-767 の開発を行っており、これは2001年にイタリア空軍と航空自衛隊に採用されるなど実績を上げていた。ボーイングは KC-767 を KC-X として国防総省に提案、軍の支出削減要請に応えるために、まず100機をリース契約で調達する案を提示した。国防総省も2003年5月23日に、このリースプログラムについての発表を行い、前向きな姿勢を示した。発表によるとこの案は、2006年から100機の KC-767、 1> を1億3100万ドルで借り入れリース契約特有の経費として1期あたり700万ドルが必要としているが総経費は160億ドル以下に抑えられる。またリース契約が終了する2017年に全期を約44億ドルで購入するとした。なお、このアメリカ軍向けのエンジンはイタリアや日本と異なりプラットホイットに異性。 pw4000 を装備するものであった。空軍は7月14日に議会へリース案を通告した。しかし、議会から最初からボーイング単独指名のような計画で進められたのはなぜかと問い詰められ、また会計検査院は経費が膨大になると試算した。検査院によると、100機のリース総額は200億から300億ドルとなる一方、 原油の KC-135E を近代化、延命回収して、KC-135R とする案の総額は36億ドル程度で、リースよりも約224億ドル節約できる。また、KC-767 のために、各基地に新しいインフラを建設しなければならず、その経費は約17億ドルで、それだけで、 KC-135E を59機回収できるとした。また、国防総省高官とボーイング社の間に汚職問題が上がり、ボーイング社幹部の辞職及び関係者が逮捕されることとなった。これらにより、リース案は2003年12月に撤回され、KCX 選定も延期された。ヨーロッパ製の A330MRTT 選定延期の混乱により、 最有力である旅客機改造案のほか、中古機改造と既存 KC-135E の改修案、大型、給油機と小型、戦術給油機を調達し、混合して運用する案も提示された。2005年8月に空軍は、KC-10 のような大型給油機を装備するのが最適として、エアバス A330、ボーイング777、 ボーイング C-17 グローブマスター3輸送機のどれかをベースとした改造機案を示している。このうち C-17 は2007年に調達を完了することとなっており、生産ラインも閉じられるため、実質はボーイングかエアバスの旅客機を採用することが予想されたが、開発段階のものであり、性能と運用コストの点で777。 改造機や A330MRTT は未知数であった。2007年1月30日は国防総省はプロポーザル入札を発表している。この入札にはボーイング及びノースロップグラマムイーズ連合が参加している。2007年2月に空軍は入札候補として k c 六十七も挙げ、ボーイングは七十七と六十七の 比較を行った結果、4月12日に KC-767AT を提案することを決定した。ノースロップグラマンイーズ連合は、KC-30T の名称で、エアバス A330MRTT を提案した。KC-767 は、イタリア空軍と航空自衛隊への納入に遅延をきたし、先のスキャンダルとエアバス A330。 MRTT よりサイズが小さいことも論点となった。なお、提案された機体は、KC-767AT であり、KC-767A 及び J 型とは、形式がやや異なるものである。エアバス A330MRTT は、フライングブームの実績がないことと、ヨーロッパ製の機体であり、多国製機体の採用に関わる感情の問題と、 製造に関わる雇用問題が論点となった。2008年2月29日、国防総省は A330MRTT を KC-45 として採用することを発表した。しかし、この選定について、ボーイング側は3月11日に会計監査員に対してイーズ及びノースロップグラマー案採用に関する意義を申し立てた。6月18日に、ガオは 空軍の選定に重大な誤りがあるという調査結果を公表し、機種選定はやり直されることとなった。2010年3月9日、ノースロップグラマンが入札を見送ると発表、2011年2月24日、国防総省は KC-767 を k c 4 6への名称で採用した。計画では179機調達予定で、18機の KC-46A を2017年まで調達するとしている。2010年7月の時点において3機種が提案されていた。イーズはエアバス A330MRRT、KC-30、ボーイングは KC-767、アントノフ、US a ロスペースチームは AN-112KC をそれぞれ提案した。 これらの航空機の使用と同様に代替予定の KC-135 も比較のために掲載する。出展、ノースロップグラマン KC-30、エアバス A330、KC-767 先進級行き、ボーイング767、民間航空機、A330 フスターン -112KC2010 年に、 統一航空機製造会社に精通した人物からの情報で、イル -98 と呼ばれるイル -96 の給油機型を提供しようとしていると報じられた。ユイシーの弁護士、ジョン・カークランド氏は、ユイシーは月曜日の午前までに、米国で多くの機会が期待される最初の合弁事業合意書に調印することを公表すると発言し、また、 米空軍のタンカー契約に合意し、米国のパートナーと提携すると a f p に述べた。ペンタゴンの広報担当者は、国防総省は公平かつ公平な競争を維持し、すべての有志各社からの提案を歓迎すると述べた。しかし最高経営責任者、アレクセイ・フェドロフは、ユイシーはタンカー入札に参加する予定ではなく、合弁事業を設立する予定もないと発言しこれを否定した。 このうち1機は1987年に事故で喪失している。このため、現在空軍には59機が所属している。エアーフォースポッス、リクエストフォープリポゼルズフォータンチャース、国防総省ニュースリリース、ボーイング C-135 ストラタリフター KC-135 ストラトタンカーカーゴトランスポートリーフィーリングタンカー。 aerospaceweb.orghttps://archive.is/.v5dru <ッ><ッ>ありがとうございます。